まるでクソダメだな。ここは空気が淀み切っている。あの男はルシフェル、初めて振る舞われたこの日を思い出す。それでもあの頃よりははるかにマシか。軟禁という点では研究所と変わらない。そんな無知で無理な存在である俺に復讐という目的を与えてくれたのは他なら君だ、ルシフェル。待ってよ、俺は必ず君を、いや貴様をこの手で。パンデモニウム全体が迷走している。何が起きている？封印が緩んでいる。なぜ？いや、理由などどうでもいい。まさに封印だな。ようやく再会できる、ルシフェル。2000年の悲願を今こそ叶えてやる。青いな、どこまでも君はこの空の青さが好きだった。